はいどうもこんにちは。 FM88.7MHz ラジオカーコリ送信しておりますマッピルマの独り言、本日も始まります。そして始まりました、始まっちゃってます。はい、そんな感じでこちらの番組のパーソナリティは埼玉県川越市を中心に各地で音楽活動をしていますサニークラッカーというバンドのボーカリストミノルが担当しております。本日もよろしくお願いいたします。イエイイエイ。はい、という感じでですね、こちらの番組はですねラジオ川越から発信ということでですね 88.7MHz とかスマートフォンアプリレディモーとか JCBA インターネットサイマルラジオとかいろんな聞き方がありますので、詳しくはラジオ川越のホームページをチェックよろしくお願いいたします。またこちらのね、マッピルマの独り言はですね皆様からのコメントもお待ちしております、ね、感想だったりね、こんな感じの楽曲ったらどうですかとかね、まあもちろんその楽曲この曲とかいうのではなくてテーマみたいな感じでね、元気な時どういう曲聴きますかみたいな、まあそういうのとかねありましたらどんどん言ってください。ただ私の曲のリクエストだったら全然流せますのでそこはねよろしくお願いいたします。コメントやね意見とかその投稿方法はですねツイッターが一番簡単かなと思います。ツイッターのハッシュタグですね、マッピルマの独り言、マッピルマは漢字3文字の独り言はひらがなですね、こちらでよろしくお願いいたします。またスマートフォンアプリレディモだったり、あとはそのツイッタースペースマッピルマの独り言とかいう風に検索すると、このマッピルマの独り言のアカウントが出てきてですね、メールアドレスも書いてありますので、ツイッターやってない人はレディモとか、もしくはそちらのメールアドレスよりアクセスよろしくお願いいたします。投稿よろしくお願いいたします。ということでですね、先週ねちょっと早いクリスマス特集みたいなのをやったのですが、いやかなり早かったですね。でもね12月10日皆様は無事に過ごせましたかね。今年もね残すところ、この放送としてはですね、今週12月17日そして来週24日これでラストになりますので、皆様もねマッピルマの独り言残り、2週ありますので、ぜひ聞き逃しないようによろしくお願いいたします。はい、ということで先々週から始まりました、先々週ですね12月はですね2022年、私がミノルがですね、めちゃくちゃ歌ってしまった曲というのをテーマに、ちょっと選曲をさせていただいております。これはいわゆるどういうことかと言いますと、これはね簡単でですね、運転中とかね私生活の時に何気なく口ずさんでしまった楽曲とかをね2022年にたくさん口ずさんだ曲を皆様に紹介していこうかななんて思っております。で、12月は4週あるので毎週3曲ずつ流すとしたらですね、12曲ぐらい、ね、紹介できるのかななんて思っていたのですが、残念なことに12曲では収まりませんでしたので、ちょっとねオーバーするかもしれませんが、まあ、12曲では、無理だったので、ね、1月のちょこっとね、食い込むかもしれませんが、ちょっとそこはねご理解いただけたらななんて思っております。という感じで、今週もねやっていこうかななんて思うのですが、今週はちょっとですねなんて言えばいいんだろうな、一つのグループとか一つのつながりに特化した選曲になるかなと思います。そんな、本日の1曲目はですねハスキング B さんの DWS っていう曲なのですが、いやこの曲めちゃくちゃかっこいいんですよね。何気なくね生放送の方でこの曲を流したのですが、もうこの曲流してからもうずっと僕の頭の中に残っている楽曲なんですよ。またそういうのがやっぱりいい曲って言われてるんだなぁなんて思いながら、このね DWS っていうのをねずっと歌ってました。でもう暇さえあれば車の中でこの曲流してましたね。それぐらいかっこいい曲なんです。で今日はこのハスキング B さんにまつわるアーティストさんがたまたまね僕の今年よく歌ってた楽曲がねなっているので、ちょっとね紹介していこうかなと思います。短いながらもかなりかっこいいド頭からかっこいい楽曲となっておりますので聴いてください。それでは本日のオープニングナンバーはハスキング B さんで DWS。 はい、ただいま聴いていただきましたのはハスキング B さんで DWS でした。いやー今先に言っとくべきでしたね。ギターの音が右と左違うんだよとかいうの言っとけばよかったですね。今年はですねこういうイヤホン使ったね右左についてのお話もいろいろしましたもんね。なので
しておけばよかったななんて思いながらも、でまたねもちろんこの次以降の曲もですね右左が違うので、ぜひともイヤホンしながら待機していただけたらなと思います。でハスキングBさんについてはまた後ほどいろいろお話ししようかなと思います。改めましてハスキングBさんで DWS でした。はい、ということで、ハッシュタグマッピールマの独り言で投稿してあるものもねちょっとね触れていこうかななんて思っております。ツイッターネーム小早川ルカさん投稿ありがとうございます。始まるってよとか、あなんちゅうオープニングとかだ、喋りすぎて尺足らずというのは予想通りですというふうに書いてありますね。ありがとうございます。そうですよね。で他にもねどうもどうもどうもとか書いてあるんですが、確かこの日のあのオープニングトークはですねどうもみたいな感じの、オープニングのね挨拶だったんですよね。僕なんかその日はどうもっていうのがねなんか流行っていましてですね、どうしてもね言いたいなと思ってどうもどうもどうもみたいな感じで言った記憶がありますね。今ちょっとねアーカイブがちょっと止まっておりますが、またアーカイブでね出た時にねどんな感じだったっけななんて思い出していただけたら嬉しいななんて思っておりますね。喋りすぎて尺足らずというかいうね投稿もあるのですが、来週ですね僕多分それになります。来週、今週は多分大丈夫だと思うんですが、来週は絶対に喋りすぎて尺足りないんだろうなと思ってます。なぜならば来週は今年最後のね放送ということなので、多分尺が足りないんじゃないかなと思いますね。どうなるんでしょうね、また来週楽しみにしててくださいね。はい、投稿ありがとうございました。続きましてシェリーメイダッフィーラブさん投稿ありがとうございます。ミノルの七五三、ミノルさんイケボイイケ歌イケパフォーマンス、21時30分から放送レディもできますよと。皆さんこんにちは、こんにちは。思いましたがミノルさんが学校の音楽の先生だったらグッド。はい、ありがとうございます。はい、学校の音楽の先生いただきました、ありがとうございます。実はですね10月の中旬ぐらいかなになるんですが、今からちょうど2ヶ月ぐらい前になるのですが、私群馬県の太田市っていうところにある小学校での体育館のステージでちょっと歌を歌わせていただきました。でこれもですねいわゆるその全校生徒に聞かせるとかそういうねものではなくて、いわゆるですね PTA 行事の一環としてですね、私お呼ばれさせていただきまして歌わせていただいたんですね。でもう結構なね数のね児童の皆様とその保護者様がいる前で歌わせていただいて、いやー貴重な経験でしたね。で実はそこでですねいろんな打楽器とかを持っていてですね、とかギターも2本わざわざ持ってきまして、なんか触ってみたいとかいう子がいたらねぜひ触ってみてみたいな感じでいろいろね打楽器のね触り方みたいなのをねいろいろみんなでねレクチャーしながら、終わった後にレクチャーしながらワイワイしたんですよ。でその時にねやっぱり一番盛り上がったクイズみたいなのがあったんですがね、私ミノルは何色が好きでしょうみたいなね問題して、え緑じゃないのみたいな、ピンポンみたいなね、そんなこともしたんですよね。音楽のね先生になることはできませんが、でもねそういう音楽を体験するね会みたいのをねちょっとねその時にやることができて、なんか嬉しかったなと。でこれを機にねギター習いたいとかね、こういう音楽やってみたいとかピアノ習いたいとかね、まあ、そういうのがね少しでも広がってくれたら嬉しいなと思いまして、なんかねそういうキラキラした音楽に対してねなんかキラキラした目をしている小学生の皆さんを見て、なんか僕のねやる気もうーんってもっと頑張ろうみたいになりますよね。なので、ぜひともそういうのがありましたら呼んでくださいね。ほんと学校とかじゃなくても地域のお祭りでもね何でも何でもって感じなので、ぜひともよろしくお願いいたしますという感じで、今日はねちょっと11月26日のね投稿を見させていただきました。ああ僕も全然間違えてました。群馬の小学校に10月の中旬って言いましたよね。今から2ヶ月前とか言いましたよね。全然違いましたわ。11月19日でした。全然違いました。1ヶ月間違ってましたね。11月19日に来ました。いやー1ヶ月まるまる間違えましたね。はい、そんなミノル本日も絶好調でやっておりますね。本日のコメントは11月26日のコメントを読ませていただきました。皆さん投稿ありがとうございます。
はい、ということでですね、曲に戻っていこうかなと思うのですが、今日1曲目にはハスキング B さんを流させていただきました。僕のね、このね、DWS っていう曲が好きなのですが、まあ、この曲がね、リリースされた頃はですね、まだね、僕、ライブとか行けるような感じではなかったのです。で、何年か月日は経ち、ハスキング B さんを見ることがあったんです、一度だけ。ですが、まあ、その時は、この曲演奏されなかったと思うんですよね、確か。だった気がします。なのでね、またね、ハスリング B さん見に行きたいな、今もね、ご活躍なさっているので、見に行きたいななんて思ってます。で、ハスリング B さんはですね、一度ね、活動休止をしまして、まあ、解散だったのかな、しまして、その時に、メインボーカルじゃなくて、まあ、サイドボーカルって言えばいいんですかね、曲によってちょっと歌ったりするような、その、方がいまして、その方が、新しくファインラインズっていうバンドを組んだんですよ。またこのファインラインズさんもですね、めちゃくちゃかっこよかったんですよね。そんなね、背景がありまして、ファインラインズさんの楽曲を生放送でも流したんです。そしたらですね、もうその日からファインラインズさんの曲が頭から離れないんですよね。Remember and Disaster っていう曲なんですけども、なのでですね、聴いてほしいという気持ちがガンガンあります。なんて言えばいいんだろうな。まあ、ハスキング B さんも、ファインラインズさんも、メロディーが綺麗なんですよね。とにかく綺麗。で、その、ハスキング B さんのね、声と、ファインラインズさんの声はですね、また別のね、声なんですよ。全然違う声なんですけども、もうこれがね、ハスキング B さんだったらこうって聞こえるし、ファインラインズさんだったらこう聞こえるし、みたいなね、感じなんですけども、ぜひともね、ハスキング B さんのメインボーカルの人もかっこいいし、サブのボーカルの人の声もめちゃくちゃかっこいいな、どっちもかっこいいなっていうのを気づいていただけるきっかけになっていただけたらなと思います。またこのファインラインズさんのボーカルさんの声はですね、アニメベックの、ボーカリスト小雪っていう子がいるんですけども、男の子がいるんですけども、その小雪が歌った時の声がこの、声なんですって。なのでそういうことも踏まえながら聴いていただけたらもっとね、面白くなるんじゃないかな、てか曲を聴くのが楽しくなるんじゃないのかなと思います。それでは聴いてください。ファインラインズさんで Remember and Disaster。 はい、ただいま聴いていただきましたのはファインラインズさんで Remember and Disaster でした。もうこのね、最後のね、Remember Disaster っていうところがもう頭から離れないんですよね。きっと皆様もね、この放送を聞いて、ね、その後に僕がね、よくセットリスト出すじゃないですか、ツイッターでね。で、ぜひともツイッターでセットリスト見てみてください。でね、もう一回ポチッとしてみてください、YouTube を。ね、そうするとですね、もうなお頭から離れなくなると思いますので、ぜひともぜひとも聞いてほしいなと思います。そんなこんなで、ファインラインズさんで Remember and Disaster でした。はい、ということで先ほどねアニメのベックというねお話をしたのですが、そのアニメのねベックのね音楽担当はどなたかっていうと、ビートクルセイダースっていうねバンドさんがいまして、のボーカルの日高さんがね担当していたということなんですって。でね、そのアニメのベックはですね、映画化にもなったのですが、まあ、実写化といえばいいんですかね。その実写化のね、公開の日に解散をする。まあ、彼らは3回と言っているのですが、解散をするという、なんとも、ベックというものにね、音楽、いろいろ繋がる、ね、バンドさんなのですが、このね、実はビートクルセイダースのボーカルの日高さんはですね、一番最初にご紹介しましたハスキング B のボーカルの方がねいるのですが、その方がですね、ソロデビューするとき、ソロのミュージシャンとして CD を作るよっていうときのプロデューサーもしていたりするんですよね。まあそういうね背景もありまして、なので最後はねビートクルセイダースさんのね曲を流していこうかなと思います。先にねネタバラシをするのですが、ビートクルセイダースさんのパーフェクトデイという曲があるのですね。でこの曲今年も僕の、鼻歌ソングトップいくつかにも入ってる曲なんですよね。もちろん今日紹介するってことはそういうことなんですが、もう毎年毎年この曲を流すたんびにしばらく歌っちゃうんですよね。
なのでね、今日もね流したいなと思うのですが、あのこの曲先ほどからね、あのビートクルセイダースさんのボーカル日高さんがとかいう話をしていますが、この曲に関しましてはベースの久保田雅彦さんが歌っております。でまたねこのねパーフェクトデイがね入っているアルバムに関してはなんとオリコンのね2位にも、ね、入ったということなので、結構売れた CD だったんですよね実は。うん、なのでね、ぜひとも、改めてね皆様にもこの、ビートクルセイダースさん、今はね解散しちゃっていないのですけども、こういう素敵な楽曲があったんだよっていうのを、ね、知っていただきたいなと思います。またね久保田さんがねこの曲を歌うととんでもなく爽やかなんですよね。爽やかポップね、おしゃれポップ、これも、ちょっとおしゃっぷなのかな、でも爽やかなのかな、ちょっとおしゃれかな、おしゃっぷかな、なんですけどもね、ぜひとも、僕の大好きなビートクルセイダーさん、ね、どのような感じでなっているのか聞いてほしいなと思います。確かにこの曲もあのイヤホンの右左でちょっとね違った気がします。ミディチャンネルにリードギターかなかなんかなってたと思いますので、イヤホンついてる方はぜひともそこもチェックしてみていってください。それでは聞いてください、ビートクルセイダーさんでPerfect Day。 はい、ただいま聞いていただきましたのはビートクルセイダーさんで Perfect Day でした。いやー、おしゃれでかっこいいですね。このサビのところでね、急にチャーンチャッチャッチャッタッタンっていう風にね、あのドラムのリズムの叩き方が変わるんですよね。でこのあのアクセントがめちゃくちゃマッチしてますよね。でこの美しいメロディーとねグッカチッと入っているので、もうめちゃくちゃ覚えやすいとか耳に残りやすい感じになってるんですよね。かっこいいね、そんな、ビートクルセイダーさん、解散した時はですね、復活って今後ありえますかみたいなことをね、その雑誌の記者の方が聞いてたんですよ。そしたら、ありえますねみたいなこと言ってました。ですが、解散してからもう10年以上経つんですが、活動再開してないですね。ただ実はいろいろありまして、12月の下旬とかにね、11月の下旬とかに実は一夜限りの復活っていうのを毎年やっていたはずなんですけども、多分コロナ禍になってからはやってないんだろうななんて思いながら、彼らのね、活動を私見ております。もしね、なんかビートクルセイダーズさんやるんだってとかいう話がありましたら、ぜひとも教えてください。インディーズ時代のビートクルセイダーズさんも、メジャーデビューした後のビートクルセイダースさんもですね、僕はどちらも大好きです、ね、メジャーデビューした時にね名前変えたんですよね。クルセイダーズかクルセイダースにね、変わったんですが、はい、ね、そういう風にね、どちらも好きなので、ね、何かありましたら、ね、また教えてください。もちろんね、なんかこうで聞いてみてかっこいいなとか良かったなって曲がありましたら、ハッシュタグ、まっぴるまの一言で投稿していただければですね、私もいろいろ反応して、また2023年以降かな、皆様の反応が多かったアーティストさんのね、楽曲を流していくとか、そういうこともね、していきたいななんて思っておりますので、残りの放送っていう方もね、あれなんですが、今年残りの放送も、ぜひともよろしくお願いいたします。きっとね、来週は、こういう細かい挨拶ができずに終わってしまいますので、今週のうちにね、こういう細かい、ね、ご挨拶していこうかなと思いました。来週もね、もちろんあるのですが、いや、来週多分、3曲流せるのかなってね、僕正直不安になっておりますので、ちょっとね、それいろいろ理由があるんですけども、本当に5、6曲、7曲、8曲流す予定なんですが、それをね、2、3曲にまとめるつもりで考えておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そんなこんなで、こちらの番組はですね、まっぴるまの独り言、埼玉県川越市を中心に各地で音楽活動しています、サニークラッカーというバンドのボーカリスト、ミノルが担当しておりました。また来週も独り言に付き合ってくださいね。それでは皆さん、また来週まで。バイバーイ。来週はクリスマスイブ。